にちは。こんにちは。展示によく使う下草の手入れと植え替え、はい、それから直し方、うん、ぐちゃぐちゃになっちゃったらどうしようとか、はい、こんな大きいのじゃ困るんだよっていうやつを小さくかっこよくする方法です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、これね、枯れた松なんですけどね、これ枯れた松、近所のおじいちゃんが持ってたんだけど完全に枯れてまして、はい、下にこれ生えてでしょ、うん、これが針金桂という山野草なんですが、最近あんま売ってなくて、いい種類なんですよ。これはどういう風になるかっていうのと、もったいないですからね、こんなに生えてて、はい、あとこれあんまり見たことあるかな、ハリイグサって言ってイグサの仲間です。これが一番大きい状態。これじゃ大きくならないですよね。普通イグサだとビューっていきますからね、うんうん、針のようなイグサで、こちらが、屋久島のカンスゲですね。カンスゲ小さいんですね。で、まあよくある何ですか、石章ぐちゃぐちゃになってますね。これね、もっと早い時期にねやんなくちゃいけないんだけど、やり忘れた人用の話と、あとこれが豆ズタですね、はい、豆ズタこのまんまだとちょっと展示できないかなみたいな感じで、これをで、まあ、すぐ使いたい人用にホタル袋、はい、これは石立ホタル袋といって、ここで咲くんですよ、うん、もうホタル袋界の中では極小なんです。で、これをやってみたいと思います、はいはい、まずホタル袋ですね、はい、これホタル袋って根っこで全部つながってます。こういう状態でね、この先っちょ、根の先っちょにこれが花に葉っぱになるんですよ。だからこうバサッとやってバツって切っちゃうと増えていかないのね。なんでそーっとこの根っこを大事にしながら崩すんです。決して捨ててはいけませんゆすりながら取る。よしよしよし、これで、これが今年咲く株じゃないです。これ来年用の株なんですよね、うんうんうん、あの今年咲くやつはもう立ち上がってますからね。で、これが大事なの。これがこれ根っこのように見えますが、ここが葉っぱになるんですよ。だからこれ根伏せしとくんです。そうするとここからビューって出てきて、これができる。これ捨てちゃダメなんです、はい、でいっぱい出てます、うんうん、ここほら、ここが全部葉っぱになるとこなんで、ね、で、ホタル袋っていうのは咲いた枝はその年枯れます、はい、で、横に出たこういう子供が次の年咲いて、うん、ここにあるのが再来年用。だからこれが咲き始めた頃にこれが葉っぱになってるんですよ。順番にやってくるので大事なのね。これを崩していくと中に本体があります、はい、今年作文を発見しました。ここにほら立ち上がってるでしょ、ピュッて真ん中に花芽が、はい、あったでしょ、はい、これが今年作文なんですよ、あ、今年作文って分かってればそこだけ植え替えれば花見れる。そうだから、うん、すぐね使いたい人、うんうん、ポットであの売ってんの見て、あ、ここにあるなと思ったらこれを使う、うん、で、こっちの子供は来年ちっちゃくなるので、これは1本ずつちっちゃい鉢に入れとけばいいわけです。ホタル袋をね分けるときにね、知らないと根っこ捨てちゃいますからね。根っこは絶対全部捨てないように、一辺たりとも捨てないように根伏せできます。これも一回やりましたよね、ホタル袋で。ええ、やってると思います。ただ忘れてるかなと思ってで、ちょっとね、大きい葉っぱ取ってね、うん、でこんな感じで、はい、ここの根っこは増える方の根じゃないんで、ちょっと切っても平気ですけどね、うんうん、で、このまんま植えちゃうと来年空っぽになっちゃうんですよね、はいはい、なんで、これ多分こっちも咲く、うん、なんで、ここに必ず子供をつける。こう、ほら、これが再来年でしょ、はい、で、これが来年でしょ。で、これをうまく寄せといて、ぐるっと回して、これ、うんうん、こうやってね、これを切っちゃうと耐えちゃうんですよ。だからこうやって回しといて、それでこういう状態で植えるんです、はい、そうすると今年咲く分、来年咲く分、再来年咲く分と順番に生えてきますのでね、こう忘れないようにしないといけない。出物の可愛らしい色はね、薄いピンクです。これは何でも合うとは思うんですけどね、このくらいのにしといた方が
安全かな。ね、こうね、はい、はい、よいしょ。結構根っこいっぱいあるけどね。長い土と、うん、マガン向けで、これをうまく入れていくんですよ、ね、これね、根っこいっぱいです、うん、しょうがないんです、これ切れないんでね。この先っちょも綺麗にしまって、で一回やっぱり根っこ多いんで止めないと、これは無理です、はい、まあ、止めるのもね、簡単にちょっと落っこちないようにするだけですから、この辺でギュッて、はい、で、あとは土を入れていきます。土はもう赤玉土で、山野草だからって山野草の土使っちゃうと大きくなるんで、うん、赤玉土で植えましょう。赤玉と桐生とか普通の盆栽の、あ、もうそのままそのまんまです、うん、もう他のモミジとかカエデとかそういうのと一緒。これ山野草の土っていうのはね、腐葉土とか入っててやたら元気で大きくなっちゃうんで、うん、そうするとね、鉢ちっちゃくしてもね伸びちゃうんですよね、うん、だからやっぱ赤玉でやった方がいいですね。根元のところに綺麗に入れて入れて、よし、でこれいいですね、はい、これでもう立ち上がってますから、うん、これとあとでも1週間10日ぐらいかかるかな、これが咲くのに。だから出来上がると、よいしょ、これはねもっと小さい時に移してあるんですよね、うん、だからもう咲きますけど、あ、これが、うん、小さいでしょ、うん、これはこの植え替えをもっと早くにして、もっと子供を取って植えてあるからあれですけど、これでも咲きますからね。じゃあこれからの時にちゃんと来年と再来年の芽を入れてるから、うん、3年は楽しめると。そうですね、それ以降も勝手にこう動かして、うん、ただすごい根が張るから一回抜いて上よ、それと寄るのね、うんうんうん、縁に寄っちゃうんですよ、新芽が、うん、だからそれを直すために、はい、来年1年ごとに少し一回抜いて中へ入れ替える。ああ、じゃあ毎年やる、ギュッと、うんうんうん、まあ枯れはしないだろうけど、まあ、2年に1回でいいかな、うん、枯れはしない、ちょっと寄ってかっこ悪くなってきたなっていう時に植え替えするって感じ。そうそうですね、うん、であとはこういうのはもうほら寄せ植え、はい、一緒に黄金した後、うん、これはあれが入ってるね、なんだっけ、ネジ花とかいろんなのが入ってますけど、うん、これ展示用に寄せ植えをして、うん、寄せ植えをしてあるので、このサイズでもいけるんですよね、うん、今ちょっと根が大きかったんで入りにくかったんだけどね、ピンクの花が咲いたら可愛いですよね、ここに、うん、まあ、ちっちゃいからね、普通のやつ持ってこようか。あ、普通のあります？はい、これが普通サイズです。野原はこれ、うん、でこれもね、今のやり方で子供を生えてるでしょ、はい、これは枯れちゃうんですよ、うん、本体はね、だから切っちゃうんだけど、この子供を中心に寄せて小さい鉢に入れとくとここで咲きます。あ、もっと半分ぐらいにはできると。あ、半分にはなるんです、うん、ここにはなる、まあ、ここまでは、ね、できない、これは葉っぱも小さいからね、種類が違うから、比べると全然こんだけ違いますかね、はい、こちらがアケボノという種類で、こちらが石立てという種類、うん、色もうちょっと薄いですかね、うん、こんなに濃くないですよ、はいはい、うん、もっと薄い色です、はいはい、この差は大きいよ、大きい、うん、関椒ですけどね、これ春先にねカットしてないと先っちょが茶色くなっちゃって汚いのね、うん、本当は春先に全部丸刈り、うん、そう丸刈りです、切らなくちゃいけないんだけど、それをやってない上に苔が乗っちゃって、関椒って苔嫌いです。あ、そうですか、はい、苔がねこういうふうに、まあ、間に生えてきちゃうと溶けちゃうの、なんでなるだけこういうハイゴケみたいのが生えてきたら綺麗に取っといた方がいいね。ね、生えてる時はね苔あった方が可愛いなって思うかもしれないんですけど、苔ごと切っちゃえばいいんですか、春じゃ。ああ、そうそう、苔ごと切って、うん、切ってから掃除っていうのもあるんでしょ、だから要するにこういうことですよね、います。はい、この時期にもできますっていうか2回やりますよ、うちな長くなっちゃうでしょ、はい、どうしてもはやぶさみたいにちっちゃいやつじゃない普通のやつは
春にやって、夏前にもう6月ですけど、長くなったらもう一回切っちゃうんですね。そうすると秋の展示会とか冬の展示会綺麗ですから。なるほど、これもギリギリで切っちゃう。撮影日は5月の29日でしたね。今日は29日ですかね。受け取るとほら、まだこんなにあるでしょ。これじゃダメなんですよ。綺麗に取って一回切ったら苔全部剥がしてください。剥がさないとか溶けちゃいますよ。日向のねいい苔だといいんだけど、もともと関所は半日陰なんで、灰苔みたいのが生えやすいんですよね。取ったらまたここ長いから、もっと五分狩りにするんだから、こうですよ。なんでこれを短くするかっていうと、新しいのが生えた時に古いのが残ってると段になってみっともないから、しかも先に枯れちゃいますもんね、ちょっと。こんな感じかな。でこれで肥料をやって、普通にね、普通に肥料をやって。肥料は何でもいいですよ。のっけんの嫌だったら水肥でもいいし、はいはい、油かすのちっちゃい粒2個ぐらい、2個ぐらい置いといてもいいし、春に切れなくても、今でも全然、5月とか6月ぐらいでも大丈夫、やり忘れた人は今やってください。関所でした。関所です。はい、はい、豆豆って何すればいいか分かんないですよね。豆豆ね、こうやってね、縁にね巻き込んでいくんだよね、はいはいはい。野生の豆ズタはどういう状態で生えてるか見たことがありますか？壁にこうなんか伸びてるのを見ました、ね。そう石垣とかにくっついてるんですよね。伊豆半島の海岸よりちょっと中入ったところで、岩からね清水がね湧き出るようなところに、カンカン照りじゃないところにベターってくっついてて、バリバリバリって取れるんですけど、だいたい鉢植えにするとね活着しないのね。水が溜まる状態は溶けやすいんですよ。だから流れた方がいい。こういう風に生えてたから、もうこれなんとか活着してますよね。だからこうやって増えてくるんですけどね。これ古い葉っぱがあるでしょ。この古い葉っぱはいらないのね。こう茶色いのはほらポロッと取れる。取れます、取れます。これが古い葉っぱ、汚いから取っちゃって、で新しい葉っぱが今どんどん生えてきてますから、下から。最初例えば山から取ってきた時は寝てるんですよね。それが活着すると立ち上がります。ちょうど僕も野生で見たのは地元の静岡、いっぱい生えてます。そう、山の中のお墓お墓の壁お墓の 石の壁のとこ。あ、そうですよ。修善寺とかあの辺り行くと、いっぱい生えてますよね。もう根っこがあってもないようなものなんです、これは、ね、ほらここだけで生きてますからね。でもっと浅いのにもいらない。そうこんなので、ね、土なんかいらないんです全部つながってんですよこれ、はい。だからね、切り離さないといけない、こうか、こんな感じね。ちっちゃくしてこんな感じかな。3つに分かれました、はい、はい、ですかね。これをこういう鉢じゃなくて石につけます。石に、はい、石につけた方が元気になるんです。鉢はダメ。鉢はもう下手すと全部溶けちゃう。環境が悪いと無理です。特にこの鉢ひどいです。後穴でした後穴。あ、本当だ。で石もね、ケト土です。配合済みです、ちょっとしか使わないんで、はい、水苔と赤玉土とマグアップ系で練って置いといたやつです、はい。いや、これを本当はここにつけたらどうなんだろう ね、ちょっと大きいかな。広がってくるからね、豆ズタはちょっと大きいんでね、石がね、こういうふうにくっつけちゃえばね、はい、いいですね、こんな感じでね、広がってきたらね、と大きいんだけどね、うちにはちょっと大きいんですが、でも針金つけようかと思ったんですけど、簡単な方法でこうやって毛と土を置いといて、これね、これでね、この糸でね巻いちゃうのそのうちくっついちゃうから木綿、木綿糸で目立たないやつでこれ苔玉作るときうちいつも使ってるんですけど、最初ねちょっとね目立つんですけどね、
お面だから自然に溶けちゃうんですかね。そうですね、うん、でも1年ぐらいはついてますよ。うん、だから本当はこの木綿を使わないでアルミ線をくっつけようかなと思ったんですが、はい、瞬間接着剤が手元に今なかったので、うんうん、こうぐるぐるって回して、その回す時ね、葉っぱを巻き込まないようにうまくこう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 、はい、こう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 で最後のとこね、このね根っこの中にね差し込んじゃう。うん、見えないよ。これで完成。はいはい、うん、これで完成です。大丈夫です。これはあと増え始めると石に沿って勝手に根っこがいきます、うん、勝手に増えていく。うん、簡単でしょ。飾りとしても面白いですよね。まあ、うん、こう鉢に入ってあれよりは全然こっちの方が環境もいいし、はいはい、で置き場所は豆ヅタはだいたいあんまり日陰じゃダメなんだよね。そうですね、 日向にあるイメージもありますね、うん、だから朝日が十分に当たるところの午後から陰るようなとこがベストなんですよ、うん、はい、そうなんですよ。だからこういうのもこういうところに植える場合もこうちょっとだけね、毛と土をちょっとだけ入れといて、で肥料もちょっと埋めといて、根っこを毛と土に根っこを押し込む形ですか。あんま土いらないんでね、うん、ない方がいいぐらいなんで、あがだま土とか入れない方がいい。これで最初だけ軽く、すぐくっついちゃいますから邪魔になったら取っちゃってください、はい、くるくるっとこんな感じかな、うん、ね、これね、うん、はい、かわいい。1年経つと全然変わっちゃうから、うん、なんかでもちょっとくぼみがあるやつは巻かなくても大丈夫そうな、うん、そう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 、念のためにちょこっとね、うん、乾くとねポコって取れちゃうから、あ今濡れてるからいいんですけど、はい、乾燥させちゃうと取れちゃうから ね、これが1年経つとだいぶ変わるんで、ね、うん、やっぱ下草も1年後の方が鉢に植えて、はい、半年、最低半年、うんうん、1年、うん、よっぽどうまくやればね、すぐ展示できますけど、自然な感じがね、できるかなって感じですね。あと3つ、うん、できるかな。動画は分かれる可能性がこれ日本の動画になってる可能性がありますので、はい、でしょうね、はい。you